新年ですか。大新年ですね。2019年。はい、2019年です。これです。どれですか。じゃあ。おお。え？最高のグラブの代名詞、水のプロ。学生時代140キロ後半のストレートと鬼フォークで三種の山を築いた兄貴も、創価大学時代大学生ナンバーワンのセカンドとしてヤクルト楽天がリストアップした徳さんも水のプロ。そんな歴史のある水のプロ、2019年竹虎 TV も早速ゲットしました。最高のグローブ本当に感動しました。今回は水のプロにスポットを当てます。とその前に、どうも竹虎です。どうも渋沢潤です。はい、皆さん2019年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。はい、ということで時が過ぎるのは早し今年、はい、まあなんとか皆様のおかげで2018年竹虎 TV やることができましたので、なんとか、はい、息は続いております息はね2019年も、ね、またねこの1年頑張って、はい、まあね面白い動画出していきたいと思ってますので。そうですね、はい、2019年もね、はい、引き続き突っ走っていこうと、はい、いうことですね。まあまず1月、はい、まず松田スタジアム、そうね、ありますね、はい、マツダスタジアム、まあ去年プライドジャパンカップ優勝しまして、マツダスタジアム出場と、あと3回勝てば日本一なんで、3回、はい、なんか今回の3回は重いな相手めっちゃ強いもん絶対。まあ2019年アッパレードしましたわ、はい、まだねどの大会に出るかとか決まってはないみたいなんですが、まだね、連盟に力を入れる説が出てたりだとか、やはり大目標として12球団プロスタ制覇っていうものがありますので、はいはい、新たなね、はい、地方でのプロスタでの野球っていうのをおそらく目指して、アッパレは、1年の最初にね目標をバッと決めて、うん、それに突っ走っていく、はいはい、チームなので、大変でしたから、あの一瞬ね目標を失った兄貴、もうその優勝のあの次の日、はい、ポッカーでしょ兄貴ちょっとね、更新状態だったね、顔色悪かったもん目標がないとね、そうね、はい、草野球はやっていけないわけではないですが、まあね、アッパレは目標に突っ走って、モチベーションが大事ですから、ね、1月、うん、あの大会もありますよ。あ、そうね、ロンティーキングね、はい、13本出るんですよね。はい、もちろん、はい、僕も出ます、はい、チームから、はい、結構アッパレメンバーもね、みんな出るみたいで、うん、行事がどんどん押し寄せてるのでね、はい、全て楽しんで、そうね、いきたいと思いますね、やっていきたいと思います、はい。はい、出たいんですけど大丈夫ですか。いいですよ。いいですか。外ですか。行きましょう。ちょっと 外、はい、外行きたいの。竹虎にちょっと外で待ってくださいって言われたんで待ってるんですけど、ちょっとよくわかんないんですけど、来ました。うん。あ、そうです。はい。あ、これですよ。どれですか。大新年ですね。2019年。はい、2019年です。これです。どれですか。じゃあ。おえ、お前めっちゃ水のプロって書いてあるよ。はい、大丈夫かい。開けましょうか。え、はい、うおー、マジ、はいはいはい、おお、買ったんすか。やっちゃった。ちなみにおいくら万円ですか。これがですね、はい、5万5000プラス税、はい、いやー、もう新年こうやってもうねいいスタート切ろうかなと思って、はい、でやっぱ水のプロな、公式を？なんで公式を買ったの？いや、 やっぱちょっと硬いのがいいなって。ああ、はいはい。で、僕一回も水のプロ持ったことないんですよ、うん、使ったことなくて、うん、で、あと黒も使ったことなかったんで、はい、いいなと思って、これしかねえなと思って、はい、出会ってしまった。なるほど。もう一瞬でパッて手に取って、はいはい、手に入れたわけです。なるほど。まあ、これをですね、はい、プレゼントしちゃいます。おえ、マジですか。マジですか。はい、本当ですか。はい、もちろんですよ。え、僕が使うと思った。思ったいやいやいや、もちろんね、視聴者のね、はい、のためにこれ買っちゃったんですって。え、お年玉プレゼント。お年玉皆さんに、僕のお年玉の5倍ぐらいもらってますね。ガチすげえな。これでね、誰か喜んでくれる方がいればいいなと、はい、そうですね、思ってね。もう1月2月ぐらいはもうぼやしていくんですかな。大丈夫ですよ。ロンティーキング優勝したら10万もらえるんで。そっか、元取れるもん。そうですよ、元よりプラス取れるもん。いや、そうですよまあ、これということで、はいはい、2019年、で初のプレゼントということで、はい、水のプロピッチャー用をプレゼントしたいと思います。はい、はい、やっぱね、違うよ。違う。はめた時のこの、なんて言うんだろうね、この
安心感というかさ、安心感、なんかいやこれさ、水野さんのね、はい、ブログ言えることなんだけど、なんかやっぱ形がさ最初からしっかりしてるよね。しかも公式用ですよ。革最高。俺もさ大学生の時さ、はい、水野プロの内野手用のグローブ使ってて、ほうほうほう、トスさんも大学生の時さ水野プロ、あ、またあと兄貴も使ってる。そうだよ、ピッチャーといえば、はい、水野プロの兄貴、水野プロの兄貴水野プロの兄貴ね。まあ良さもあるんですけど、うん、まあグローブのその会社によってそのジャンルが違うじゃないですか。ジャンルというか、まあ、特徴があるよね。そう、特徴、特徴があるんだけど、はめて思うのは型の良さ、型の良さっていうか、オーソドックスな、誰が使っても嫌じゃないような感じ。はいはい。じゃあある種、うん、もう最初の時点では特徴がないのかもしれないですね。使っていけば馴染むんだろうなっていうね、うん、感覚はあるから、使っていくうちにオリジナリティが出ると。そういうことですよ。コメント&チャンネル登録で、はい、はい、抽選でね、うん、当たりますので、なんかね、はい、普通のコメントでもいいですしね。そうです、はい、はい、もう何でもいいんで、まあ、ということで、はい、はい、じゅんさん、はい、はい、我々2018年、はい、終わりまして2019年ですね、もう2019年ですね、はい、2019年も、はい、ちょっとね突っ走ってね、そうだね、いきたいと思いますんで、はい、まず1月のプレゼントということで、はい、水野プロと、はい、お年玉企画、はい、あとアンダーマーの内野手と、はい、グローブダンスね、やってるんで、はい、その2つを、はい、ぜひね、応募してきてください。はい、今年初めの動画以上になります。はい、チャンネル登録コメントよろしくお願いいたします。お願いいたします。こちらのアンダーアーマーグローブを1名にプレゼントします。じゅんさんが買ったんですが、竹虎の暴挙によりいきなりプレゼントとなりました。柄はですね、カモフラージュが施されており、とてもおしゃれになっております。そして次は水野プロのグローブです。徳さんも兄貴もじゅんさんも学生時代使ってました。こだわり抜いた素材を超一流の職人が仕上げる究極のグラブ、竹虎大出血で水野プロをプレゼントします。チャンネル登録、コメントよろしくお願いいたします。